はいどうも皆さんこんにちは、イサフトです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は余った祝祭席のおすすめ交換ランキング紹介していきたいなと思います。通常ミッションをすべてクリアしておけば7つ余るはずなので、この残った7つを有意義に使っていただければなと思います。まず第1位最優先で交換すべきはゴールデンライザー、間違いなく圧倒的1番です。この子は本体性能、スパトラ、トラマスともに優秀なユニットとなってます。本体性能で言うと、こちら、まずタックアタックを持っております。なので、ダメージを出しながらチェイン役になれる LB を所持しております。また、トラマスが非常に優秀です。攻撃パッシブ50、プラス悪魔、人、2種族に対する 50% のパッシブ持ってます。さらに一番優秀なのがスパトラ。攻撃力が100もある兜という形になってますので、兜が装備できるユニット誰でも採用することができます。そのため採用率めちゃくちゃ高いスパトラの一つなので、マストで交換していただければなと思います。続いて第2位、こっからはもうほぼ僅差ですね。もうぶっちゃけ誰でもいいかなと思います。まあ強いて言うならシャルロット&ファイサリス。まあブグバイ率の上限がね、二刀流のパッシブ 400% に上昇が入りましたので、まあこのパッシブ、二刀流パッシブがそんなにないよという方は、シャルロットと交換していただいてトラマス獲得していただければなと思います。スパトラはその分微妙というか、そんなに使うことはないかなと。シャルロットとファイサリスの優秀な点はトラマスオンリーかなと思います。その他はぶっちゃけもう誰でもいい。本当に。特にこの辺はもうね、何でもいいかなと思うので、まあ足りなかったらこちら飛翔とか、まあこの辺の石と交換するような形かなと思います。なので今回僕はライザーとまず交換していこうかなと思います。残りの4つは、まあぶっちゃけ何でもいいからこのまま消費しちゃっても、まあ無効になってもいいかなと考えてるぐらい、どれでもいいかなという形になっております。皆さんは誰と交換しましたでしょうか？ぜひコメントで教えていただければなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。また次回の動画よろしくお願いします。それじゃまたねー。